本日ご紹介しますのはヤマハ TZR250RSP モデルのご紹介いただきます。はい、こちらですね、1991年モデル、そしてですね、なんといってもタイラレーシングのコンプリートマシンとなります。外装もですね、 FRP カーボンとこちらにね、ニューマスター1台で非常にコンディション良好となっております。早速ご紹介していきたいと思います。はい、まずフロント前です。ヘッドランプですね、こちら大きな、ね、レンズ割りなどもちろんございません。そして、ね、アッパーカールです。こちらもですね、転倒による大きな傷、塗装剥がれ、そういったところもございませんね。スクリーンももちろんですね、大きなくすみなどはございません。はい、フェンダーですね、こちらもね、大きな塗装剥がれ、フェンダー割れ、そういったところもございませんね。はい、足前です。ブラックのホイールとなります。大きな、ね、ガリ傷も上がりはございません。ブレーキは、ね、ダブルディスクですね、キャリパーはブレンボにカスタムとなります。そしてですね、サスペンション倒立のフロントフォークですね。はい、こちらね、インナーチューブ、こちらゴールドですがね、チタンコートとなります。そしてね、アウターチューブはですね、アルマイト加工となります。はい、ではね、サイド回ってカウルです。はい、こちらですね、TZR のロゴアイル、大きなカウルです。転倒による大きなね、傷、カウル割れ、そういったところもございません。そしてね、フレームですね。はい、こちらね、ダイヤモンドコートされたフレームとなります。もちろんね、転倒による大きな傷などはございませんね。はい、そしてね、ステップですね。はい、コアスのね、バックステップとなります。大きなね、ガリ傷曲がりはございません。はい、そしてですね、カスタムポイント、こちらね、チャンバーです。 SP タダオのね、ジャッカルチャンバーとなります。サウンド後ほどご紹介したいと思います。はい、ではですね、リア足前です。フロントに引き続きですね、ブラックのホイールです。大きなガリ傷曲がりもちろんございませんね。はい、スインガム、こちらもね、転倒による大きな傷などありません。こちらもね、フレームと同様ダイヤモンドコートとなります。はい、ではね、リア周りです。はい、フェンダー付きですね、オリジナル状態キープとなりますね。はい、シートです。シングルシートとなります。はい、シート代わりもね、大きな割れなどございませんね。はい、シートもね、大きな破れなどもちろんございません。はい、そしてタンクです。はい、TZR のタンクとなりますね。大きな、ね、へこみ傷などもちろんございません。はい、それではですね、エンジン一同行きたいと思いますね。はい、2ストロークなんで、ね、キックスタートとなります。はい、それでは吹き上がりきます。ぜひレーサーレプリカ自体を味わってみてはいかがでしょうか。皆様のお問い合わせお待ちしております。